ブルースのアルバム作らへんっちゅう誘い文句は失敗やったな。いやいや、ブルース以外やったらええでって断られたしな。断ったのいや、ブルースはすっきゃで。ブルースなんてどうやったらええんやな。もっと他にええ人いるやんってな。いや、俺らの世界ではブルースっていうのはもっと広いジャンルの意味で使ってんねんけどな。聖師ブルースのアルバム作ろうって言うてもうたんやけど、ちょっとそこで誤解があったみたいやな。 いやジェフはほんまいろんな音楽聴いてはるからな。海外の音楽もな。ほんま何でも聴いてはる、まあ。俺も結構いろいろ聴いてるけど、せやな、結構なんか変な音楽とか、あのナポレオン・ストリック・ランドのキー・トゥ・ザ・ブッシュとかな。何でも聴くな。 あとまあバウハウスとかキリングジョークなんかも聞いたりしてたなディアンフォードとかいやもうほんまいろいろ模索したなだから耳が凝り固まらんようにしたっちゅうかなほんまだからいろんなアプローチを取ったものな、作ろうとしてたんやけど 特にジェフの場合はびっくりするようなレコードを作るからな古いフランスのスタジオでやり始めたんやけどジョニーが早起きが苦手でなそうやなでドラムセットをオフィスの外に置いとこう思うんんやけどジョニーが小さいオフィス持っててなでもそのドラムセットはなんか変な隙間みたいなとこに押し込められてたんやな だから俺一回も目覚めへんかったんや言うてでドラムセットをそっからメインのスタジオの方に持ってってちゃんと音が出るかどうか、まあ、つまりその部屋のアンビエントと合うかどうか確認したんやな星田まるでモータウンみたいな音がしたんやでちょっとエンジニアとトラック作ってみたいなのになってジョニーから話聞いたエンジニアは時速600キロで飛んできよったわ <laughs> でミラクルズの「ウーベイビーベイビー」かけてくれ言うてなで俺がそれに合わせてドラム叩いてみたやんや、まあ、そんな時間かけられへんかったけどなかなり音は良かったわでそれにベースとリズムギターとあとちょっとソロを重ねて撮ったんでジュニーが起きてきたやんやなうるさいな言うてな <laughs> うん、俺は起きて <laughs> でワインロゼを2本持って行ったんやな <laughs> 南フランスがお祝いしてますよ言うてな <laughs> ほなジェフがちょっとこれ聞いてくれって言うやんや <laughs> ほんま取りたてのベーシックなトラックやな <laughs> うんそうやったなもうベーシックトラックができてな、ね、い <laughs> そしたら今度俺が急にめっちゃ眠くなってきてな でスタジオの隣のベッドルームで寝てたんやんで。目覚ましたらジョニーが三世のハーモニーもうやっとったんやん。信じられへんかったわ。ほんますごいと思ったわ。で、ジョニーが準備しといたしって言うんやな。いやいやボーカル俺ちゃうで。ジョニーが歌うんやって言うたんや。このバックコーラスと同じようにリードもファルセットでやるんやで、言うて。で、真っ青になって殴られたわ。うそうっちゃうねん、ほんまはな。ジェフは、あこれ君が歌ったのって感じな。 あはい僕がやりましたんだよねいや勝手にやったんちょっとまずかったかな思うてな、まあ、俺はただその楽器の下に敷くカーペットみたいなそんな感じでなハーモニー入れたんやけどこのスモーキー・ロビンソンミラクルズのなウー・ベイビー・ベイビーで3世やったかな4世やったかなのハーモニーを入れたんやけどでジェフが入ってきて「えこれはお前がやったん?」って言うやんあ はい、僕がやりました。もうマジでスタジオから掘り出されるかと思ったわ。